マ氏は、マを、氏の名とする氏族。古事記によると、玉江氏、行江の氏、あげな氏と共に、桂木の長江総相彦の子孫ということになっている。新先生四六山城公別には、石川阿孫と同祖で、彦、大野忍信神命の三世の孫、桂木卒彦の子孫とある。マ氏はその名前の由来からして、弓矢と関係が深い。日本初期巻。 大獣によると、王神天皇の時代に、的、戸田宿根が、へぐりズくのみが的を伊藤したという。翌日、立人宿根は的、戸田宿根の名を賜り、彼が、的市いくわ、うの子祖とされている。戸田宿根は、5年後に、白木への門跡子として、朝鮮半島へ派遣されている。別の箇所では、的市い肉のお身のその口持ちが、 仁徳天皇の命で皇后岩の姫命を連れ戻そうとして、筒木宮へ向かったが、皇后からの返事をもらえず、悪天候の中ずっと立ち尽くしていたが、そんな兄の姿を見て、妹で次女の国より姫が涙を流して和歌を詠んだ、というエピソードも語られている。六世紀には、的一族の半島でのさらなる活躍が見られる。初期巻期、第十九には、 推定544年の近明天皇の未罠、復興計画に関連して、くだら本記の引用文には、未罠日本府の官人らしき人物として、お声心を、検証部という、けだしぜ適親なりとあり、さらに、今適心、厳川知事家等、皆、稲ここ、さとが指く二十へ楽のみ、適親等、等とは、厳低親、川知事家等を言うなり、 白木に、往来菱子とは、真が心に傷とある。この、敵心は、金明天皇十四年までには亡くなっていることも、初期には記載されている。このほか、陽明天皇二年には、歌式屋姫を奉じた、蘇我馬子の命により、的間は、佐伯木丹教主、長瀬岩村らと共に、穴ほべ王子、やかべの王子を殺害している。宮城十二門の門は、マト氏のに由来し、 大位領の正面に位置しており、大井の帝とも呼ばれている。淡路国綱軍以下破局の名が存在する理由として、淡路島が狩領地であり、そのことは、初期巻期、第10の王人天皇が、実家の木々へ里帰りさせたの兄姫の様子を見に行く。記事、初期巻期、第12の李中天皇の河内海部の刑にまつわる、記事や、皇后の皇居の記事、初期の陰行天皇が、 赤石の海で真珠を手に入れようとして、白水楼を潜らせようとした記事などに見られる。また、淡路国が五色国であることとも大いに関係があると思われる。津波郡には、安曇野市や海人、山大市などが居住しており、マトシンも山の幸や海の幸を育破橋から確保したようである。オワ国海部群に、これひさは神社が存在することも海産物確保のためと見られる。 上記のことから、マトシは軍事的性格とともに大王の食前に奉仕する役割も有していたと考えられる。684年の発色のせいでは、マトシは新しい性を与えられていない。ありがとうございます。